ちょっとびっくりしたね。あの人いつも夜中に出かけるけど、一体どこに行ってるんだろう。気になるね。気になるけど今は102号室に行こう。こっちですよね、確か。あら、ここにもご丁寧に。え、待って、どの部屋にもいるのかな、ここに。なんかそんなことを想像しながら遊んでるけど。こっちかな？うわ、なかった。こんなところにはしごが。こんなはしご、私の部屋にはないよ。一階だけ地下室がついてるのかな？おそらくここでしょうね。うわー、結構暗いなー。下水道？まるで隠し通路だね。暗いから足元に気をつけて進もう。そうですね。一応猫ちゃんもいますね。上に行ける。特に何もないのか？こっちは？スイッチレバー。スイッチレバー。拒否られたけど今。何かに、多分何も選んでなかったからだろうね。とりあえずスイッチレバー手に入れたから、え、これを何に使うんだろう。まあ取りも確認も行ってない場所はこちらなので行ってみますか。これか、こういうことか。メモ書き。私はついに自由になった。これからはいろいろな場所に行くんだ。そしてこの物語を最後まで書き続ける。それが私があの人と交わした約束だから。約束？物語？トバリ自身の人生のことを言ってるのかな。それを指す言葉だろうか。でもなんでこんなメモが下水道にあるんだろう。ケイマが取材に来た時わざわざ持ってきたとも思えないし。だよね、それはわかりません。でもまだ他にこの続きのメモがありそうですね。とにかくもう戻ろう。ここなんだか気味が悪いし。そうですね。自由になった。私はついに自由になった。あれはケイマさんの屋敷を抜け出したことを言ってるんだろうか。それを指してそうではあるよね。早く行くよ。あ、はい。他に帳のメモを見つければ何かわかるのかな。まあ少しずつだけど見えてくるんじゃないかな。え、勝手にブレーカーが落ちた。え、いるいる、中いる、中いる、中いる。え、多分これ追われる系ですよね。さあ、ということで気を取り直して逃げていきましょうか。うまくダッシュボタンが押せてなかったので、しっかりと押していきましょう。結構早いね、結構早い。これでいいかな。追ってこない。どうやら体が大きすぎてはしごを登ってこれないみたいですね。ねえ、何今の、やっぱりお化け？お化けかは分かりませんけど、あの大きさ人間じゃないですよね。ですな。もう私精神が持ちそうにない。あれ以上下水道にメモらしきものはなかったし、もう帰ろ。そうですね。ハリさん、協力してくれてありがとうございました。ううん、お姉さん頼りなくてごめんね。そんなことないですよ。あかりさんがいてくれて助かりました。秋野くん？いやー、いいね。ギャップ萌え？ギャップ萌え？なんだいなんだい？帳の時の反応といい、影に追いかけられてる時といい、あかりさんって意外とお化け苦手なんですね。得意な人とかいるのかな？まあ、確かにそういう問題でもあるよね。まあ、そうですけど、あかりさんのかっこいいイメージとギャップがあったので、確かにかっこいいイメージがある。なあ、それってひょっとしてギャップ萌えってやつ？萌え？まあ、萌えかは謎だけど、まあそういうことなんでしょうね。戻りましょう。さあ、ということで戻ってきました。
ここでイベントか。さあ、もう寝よ。私は床で寝るから、秋野くんは私のベッド使ってよ。いえ、そんな、僕が床で寝ますよ。大丈夫、大丈夫。実は私いつも床で寝てるんだ。ほんとか？あ、優しいよね、あかりさん。なんか床の方が寝つきよくてさ。だから遠慮なくベッドで寝ていいよ。そうですか。そういうことなら使わせてもらいます。まあ、気になるよね、何があるか。やっぱ思わぬ収穫があるかもしれんからな。あかりさんのベッド、シャンプーのいい匂いがする。いつも床で寝てるなんて言ってたけど、やっぱり僕に気を使ってくれたんだ。本当に優しい人だな。え、なんだろう、夢かな、これって。おお、秋野、よく来たな。お父さんか？ちゃんとベッドで寝てなきゃダメじゃないか。大丈夫さ、この通りピンピンしてるからな。まあ元気そうで何よりだよ。早く退院して趣味のカメラ再開できるといいね。カメラなら入院中も面白い写真いろいろ撮ってるぞ。病院で面白い写真なんて撮れないでしょ。いやいや、どんな人やものでも撮り方次第で面白い被写体になるんだ。そういうものなんだ。そういうもんさ。そうだ、そういえば入院中に面白い子と知り合ったぞ。面白い子？どんな子？お前と同じくらいの子なんだが、小説を書くのが好きなんだ。彼女、2階の病室に入院してるんだが、お前のことを話したら興味を示してたよ。小説、ちょっと読んでみたいかも。読んでみたいね。それがあの子、極度の人見知りでな。息子が見舞いに来ると言ったら部屋に引っ込んでしまったよ。それは残念。その子の名前は？名前は？ああ、確かあの子の名前は。ここまでか。でもなんとなくだけど、そういうことなんでしょうね。とばりちゃんの可能性あるよね。ぐっすり眠れた？おはようございます。おかげさまでよく眠れました。雨やんだみたいですね。うん、昨日の嵐が嘘みたいな快晴だよ。こんなっけない料理で悪いんだけど、朝ごはんラーメンでいい？いや、全然構いませんよ。なんかもう、あるよね、ラーメンが。置いてあるよね。大丈夫ですよ、僕ラーメン大好きなんで。よかった。それじゃあ、あったかいうちに食べな。はい、いただきます。それにしても、もう秋野くん帰っちゃうのか。もっといっぱい遊んだり、おしゃべりしたりしたかったな。あかりさんさえご迷惑じゃなければ、また来ます。その時にまた遊んだり、おしゃべりしたりしましょう。本当？私楽しみに待ってるからね。やはりあの少年が帳の目も集めていたのか。桂馬さんが来てるね。まあいい、俺は戸隠桂馬として最後の役目を果たすだけだ。最後の役目、気になるな。前に話していた戸隠桂馬ですが、最近作品を描いてる様子がないですね。実は桂馬の作品は数を重ねるごとにどんどん陰鬱になっていくんです。あるファンは桂馬の作品を読んだせいで幻覚を見るようになってしまったとか。マジかい。では桂馬自身、作品を発表することを自制しているのでしょうか。いや、今まで何を言われようと執筆を続けてきた作家ですからね。私は作品を執筆することで桂馬自身が病んでしまったのではないかと考えてます。なるほど、彼自身が生み出した幻覚に心身をやられてしまったと。実は彼の現時点での最新作が物書き虫でいいのかな、という作品でしてね。この作品は頭の中を這いずる物書き虫にいやいや物を書かされるという内容なんです。怖えなぁ。小説の中の話とはいえ、桂馬の心情とも重なる部分があるんでしょうか。少なくともファンの間ではそういう声も多いみたいですね。そうですか。だとすればファンとしては複雑ですね。ええ。ファンも作家がいやいや書いたものは読みたくないですからね。
そうですね。賛否両論の作家、戸隠桂馬ですが、今後の動向に注目が集まります。読みすぎて幻覚っていうのは当てはまるのかな。秋野くんにちょっと気になるよね。とばりちゃんが何者なのかっていうところなんだけど、まず。そしてまたガラッと変わりましたね。今日から1週間教育実習の先生がこのクラスの担当になります。ふるさと先生どうぞ。ふるさとってことは、ちっとせちゃんかなぽいよね。ですよね。わー、おひさ、お邪魔します。そんなにかしこまらなくて結構ですよ。さあ教卓の前。はい、では生徒たちに自己紹介をお願いします。どうしよう、みんなこっち見てる。ふるさと先生大丈夫ですか？そういや、下からだったな、千歳の教育実習。いいか、緊張しないコツは先生としての自分を演じることだ。普段の自分と働いてる時の自分は別人だから、失敗したってそれは別の誰かの失敗。そう考えればだいぶ楽になるぞ。まあお前なら大丈夫だと思うけどな。先生としての自分を演じる。よし。みんなはじめまして。私、ふるさと千歳って言います。今日から一週間このクラスにお世話になるのでよろしくお願いします。ちなみにチョコレートが大好きで、最近コンビニのチョコロールにハマってます。美味しいよね。いやー、乗っかってくれたね。こういうのありがたいよね、あると。さて、自己紹介が済んだところで出席を取るぞ。いやー、久しぶりに年は見るけど、かわいいですな。美橋と宮柳でいいのかな。はまだ入院中か。入院中。宮柳さんってこう病気か何かなんですか？ええ、1年ほど前から入院してます。1年、よっぽど重い病気なんですね。そうだとは思うんですが。どういうこと？そうだとは思うんですが、どういうことかな。実は親御さん、宮柳の病気について詳しく学校に話してくれないんです。話を聞きに行ってもいつも門前払いされてしまって困ってるんです。そうなんですか。これは放っておけない。放課後宮柳さんの家に行ってみよう。気になるね。ここなんかメモ書きが気になるんだけど。置いてありますよね。突然すいません、どなたかはいらっしゃいますか？誰ですか？私、とばりちゃんのクラスに今日から教育実習でやってきたものです。とばりちゃんのこと、宮柳さんって。とばりちゃんの病状について一度お話が聞きたくて。ってことは、その小説を書いてるっていう、入院してる子っていうのもやっぱとばりちゃんで大丈夫なのかな。おそらくそういうことですよね。とばり？あの子ならちゃんと入院してますから、もう構わないでください。私ももうこれ以上あの子には関わりたくないんです。なんてこと言うの。それってどういうことですか？あの子は呪われてるんです。呪われてる？あの子が生まれてからすぐ旦那は他の女作って出てきました。それだけじゃない。私も体が悪くなってまともに働けない。あの子は周りを不幸にする呪われた子なんです。そんなこと言わずに一度お話しさせてください。ダメだ、ダメか。先生の言う通り、まともに取り合ってくれない。また日を改めてかな。あなたはうちのクラスの。先生も宮柳さんのお母さんに会いに？うん、でも話も聞いてもらえなかった。やっぱり。あなたは宮柳さんの友達なの？友達というか、そっか。宮柳さんと親御さんのことを何か知ってたら教えてくれない？はい。
柳さん、昔から無表情で口数も少なくて、どこか不思議な子だったんです。それを気味悪がられてお母さんに暴力を受けていたみたいなんです。そんなことが。そんな、実のお母さんに。それでも病気になるまではちゃんと学校に来てましたけどね。まあ家にいるよりはマシだったんだと思いますよ。宮内さんは趣味とかなかったのかな？私の知る限りでは何もなかったと思います。いつもぼーっとしてるだけの子でしたし。そっか。話してくれてありがとう。さあ、もうすぐ日が暮れるし帰ろう。はい。また今度話を聞きに来よう。なんだろう、あそこにある気になってた。千歳の夢。教育実習1日目からいきなり壁にぶち当たっちゃったな。でも夢にまで見た先生まであと一歩。宮城さんの件絶対解決させてあげよう。いや、その息で打つとしちゃう。ここにはもう来ない。ここは私にとっての牢獄だから。それでも忘れるために一度来ておきたかった。さよなら。これって宮城さんの書いたメモなの？入院中の宮城さんが病院を抜け出してここに来たってこと？宮城さんのことは放っておけない。明日以降また調べてみよう。ですね。今日は教育実習初日で疲れちゃった。コンビニでスイーツでも買って帰ろう。帰りましょう。多分ここってあかりさんが働いてるところだよね。なんか構造的にそうなんじゃないかなと。まあ、チョコロールですよね。やはりそうか。お、千歳じゃん。いらっしゃい。あかりちゃん、お疲れ。千歳こそお疲れ。今日確か教育実習初日だったろ。うまくやれたか？うん、あかりちゃんに言われたことを試したら緊張せずにやれたよ。あれはあかりさんの言葉だったんだね。そっか、それはよかった。でも私の受け持ったクラスに一人病気で入院してる子がいてね。おう。その子のお母さん、ちょっと訳ありみたいでさ。その子の詳しい病状も学校に詳しく話してないみたいなの。それは心配だな。うん。ああ、びっくりした。なあ、知ってるか？病院抜け出したっていう女の子の話。とばりちゃんのことかな。何それ知らない。親が医療関係の仕事してる友達から聞いたんだけどさ、結構前にとある病院から入院中の女の子が抜け出したらしいんだ。それやばくない？まあその病院大火事で燃えちゃったから、そのことはうやむやになったんだけどな。どうやら病院を抜け出したその子、神社で寝泊まりしてるって噂なんだわ。それが真っ白な髪に青ざめた顔で幽霊なんじゃないかって言われてんの。そこの子たちが話してるのってお前んとこの病気の子じゃないのか？じゃないのか、まさか。いやでもその可能性もあるかも。私もうすぐバイト終わるから一緒にその神社まで行かないか？私もちょっと気になることもあるし。気になること？いやまあ多分思い過ごしだと思うけど、詳しくは向かいながら話すよ。デリカシー？あかりちゃん、最近大学の方はどうなの？生活面は若干厳しいけど、大学の方はまあぼちぼちやってるよ。まあ一人暮らしは大変だからね。あかりちゃん、見た目はちょっと不良っぽいけど、中身は真面目だからきっとうまくやってるんだろうね。不良って千歳には私がそんな風に見えてたのか？でもなんか今こうやって仲良くしてる二人見るといいね。ちょっとショック。ダイヤ、そういう意味で言ったわけじゃ。私って本当でリカシーないな。まあでもそれ言い合える仲っていうね、そういう捉え方もできますから。着いたけど神社誰もいなそう。とにかくざっと周りを探してみようですね。